It came from Japan. I know you like it all. 鳴らしに来たのさ。今夜君と僕で楽園を建てよう。We're happy at the end. 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 Hi everyone, welcome to It Came From Japan. I'm Daniel and I'm here with Heaven Stamp.こんにちは、ヘブンスタンプのボーカルサリシナモンです。ギターのトモヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。Thank you so much for joining us today. I'll quickly just a little introduction. So, I first heard Heaven Stamp probably 6 or 7 or 8 years ago. And we played one of their songs on the It Came From Japan podcast way back in 2014, August 2014, a song called Parasite on episode 38 of the podcast when it was an audio-only podcast. And I've always...really wanted to have a chance to speak to you guys, so I'm really happy that you're here today. もうだいぶ前なんですけど、It Came From Japan のポッドキャストの、はい、38番、2014年の8月に、パラサイトという曲を一回流していただいたんですけど、その時から、まあその前でもずっとお話ししたかったなと思ってまして、ありがとうございます。非常に嬉しいです。こちらこそです。お世話になりました。お願いします。So, I'd like to just go into a little bit of background about Heaven Stamp. Could you tell me how you guys formed? It's your 10th anniversary this year, so I'm excited to hear all about the beginnings of the band and how you came to where you are today. まずまあ今年10周年ということなんですけど、はい、Heaven Stamp のその、まあ最初の一番こう最初の出会いから今までどうやって立ったのかちょっといろいろ教えてほしいなと思ってました。はい。私たち。今結成、まあ、10周年ということなんですけど、結成なんですけど、最初はもともと別々のバンドだったんですけど、はい、はい、でトモヤも別のバンドやって、私ボーカルやってたんです。でボーカルやってて、私も別のバンドでボーカルやってて、2人ともボーカル、そうだったんです。そう、違うバンドでボーカルやってたんですけど、友達何人かと一緒にフジロックに遊びに行って、でもう2008年だよね、2008年のフジロックに、うん、で、マイブラティーバレンタインのライブをもう轟音を浴びて20分間の轟音を浴び続けた人たちで、であれが最高だったねって話をして、なんか新しい音楽をやりたいっていう風に言ってて、新しいバンドを、まあ、今までやってたバンドとまた別のバンドを始めたいなと思って、うん、でそれをマイブラティバレンタインのライブを見たのをきっかけで、まあ、別もうそう、今まではもっとなんかポップロック、うん、今もポップロックだけどちょっと今までやってたものと違うようなタイプの曲やりたいなと思って、サリーに新しいバンド始めないっていう風に、うん、誘ってもらって、そうなんです。で私も最初自分で曲変えたりしてたんです、たまに。なんですけど、もっと選択肢、もっとこう音楽性とか広げたいなって思ってフジロックに行ったりとかしていたんですけど、もう願ったり叶ったりな、新しい曲を作ってくれる人がいて、もう新しい音楽をまたこれからできるっていうので、もうぜひやりたいですって言って結成しました。うん、OK、So then that was 10 years ago、You are now so 10 years in, so I wonder like how、What are some of the changes you've gone through over the 10 years and、yeah, let's start with that. この10年が経ってて、はい、その10年前のヘブンスタンプと今のヘブンスタンプ、まあ、いろんなこう変更とかあったりすると思うんですけど、はい、それについてじゃあちょっと教えてください。はい、なんだろうね、音楽性はどう？まあ、サウンドは多分その、もともとはベースとドラムも、うん、ドラマーとベーシストがいたのでロックバンドのサウンドだったのが2人になって、うん、一番新しいアルバムではリズムは打ち込みだし、うん、ベースも僕は弾いてる曲もあるんですけど、弾いてない曲はやっぱりシンセサイザーで
弾いたりとかしてるので、サウンドの面ではそういった変化がありますね。バンドサウンドもできるし、そういうデジタルなサウンドもできるしで、選択肢が10年で広かったなと思います。How would you describe the sound? How did you go about kind of putting together the sound? It's a very sort of rhythm heavy, very sort of melodic sound. How did you go about putting that together? あの、Heaven Stamp のすごく、まあ、リズムの強い、しかもメロディも強いサウンドはどうやって組み合わせたんですか？まさに、それは、あの今まで僕らが聴いてきた音楽の影響が強いと思うんですけど、クラブミュージックのダンスの要素と、もともとあの吹奏楽サックスをやってて、で僕もクラシックを聴いたのがきっかけで音楽が好きになったので、多分クラシックオーケストラの美しさとクラブミュージックみたいなあの踊れるサウンドをどうしで、マイ・ブラッディ・バレンタインを見たゴーオンのシューゲイザーサウンドのなんかその辺がこう集まってできた音楽性なのかなっていう気がします。そういったものがもうそのタイミングでいろいろ組み合わさって一番いい感じになったのが最初だったんですけど、その10年前かな、最初のサウンドの構築の時はそうだったと思うんですけど、それを軸に今でもどんどんメロディーの強さは変わらないし、どんどん面白いリズムとかもあのバンドのドラムだったりもするし打ち込みだったりもするしで、あのまだそこは変わらず続いているところかな。リズムとメロディーの強さはもうずっと変わらず続いていると思います。 I think one thing that has changed, you know, with you going from being a four-piece band to a two-piece band, but not only that, just over the years, I think your voice, Sal, your singing voice, has changed from the first album where it's sort of you're just coming into finding this very sort of strong way of singing, and then you sort of really mastered it at some point in the middle there, and then now you sort of use that, but you also use a much more sort of restrained singing style on some of the newer songs.Where it sort of sounds like almost like you're kind of taking out some energy, like deliberately, and sort of singing in a more sort of controlled way. I'm really interested to know about how you kind of found your voice and how you kind of sculpted it over this time. Heaven Stamp の、まあ一つこう今までよく変わったことっていうか、そのあの、サリーさんの、まあ、声が、あのちょっとずつ変わったりすると思ってまして、そうですね、多分最初の方は。そういったこうすごく、まあ、サリさんの声すごい強いじゃないですか。でも最初の方はまだこう最後までできてないような荒削りがそうですね見えてきたんですけど、で途中ですごくなんかこううまくこう強くあの歌えるようになって ありがとうございます。で今はどっちかというとこうな、まあ、2人組になってるからかもしれないですけど、そのわざとこう力抜けてるようなところもあって、その特にあの一番最新の曲だったら、はい、まあ、夜中
かで歌ってるようなこうちょっとこう、意図的に静かに、はい、だけど、まあ、コントロールを使ってこう強く歌うとけば強く歌うとか、はい、その辺のそのなんていうんですか、声の声作りっていうか、はい、どうやって意識しているんですか。もう本当にこの10年歌をずっとやってきて、やっぱりこうもっともっと上手くなりたいし、もっといろんな表現をしたいって、こういろいろもうすごく積み重ねてというか、もういろいろと考えて、私なりにですけどやって、もう最初の頃は本当に荒削りだし、もうパワーで押すっていう感じだったんですけど、このままだとこう自分の中でももっと表現したい気持ちだとかが伝わりづらいし、自分がこう歌ってて、うん、うまく伝わらない気がどこかでこうし始めたのもあったし、こうレコーディングをして、もっとこういう風に歌えたらもっとこうできたのにっていうのとかも正直ファーストの頃の作品とか聞いてもやっぱり思うし、そういうのの積み重ねでもっと音に寄り添った曲のメッセージに寄り添った歌い方を、まあ、ちょっとずつ積み重ねてですけど考えてやってきたと思います。What do you think, Tomoya, when you how you've heard Sally's voice change over the years? やっぱりまあ、サリーが言ってたように荒削りだったと思うのがどんどんあ上手くなってきたみたいな感じには思いますね。まだまだですけどでも、うん、いいと思います。その、うん、こう優しく歌うこともできるし、力強くも歌えるようになってきてるっていうのは、そんなものは気休めだって笑えないわ、constant I think in your sound has been Tomoya's guitar lines. You have very some very delicate like guitar lines and fingering work and that kind of thing, and it sort of reminds me a lot, I mean you were talking about My Bloody Valentine, and it does remind me of a lot of British bands, especially from everything from that to My Bloody Valentine, something like, there's like Radiohead-y kind of parts about it, and I'm curious to know how you've developed this way of playing guitar.トメヤさんの、ギタースタイルというか、その、まあ、今までそのヘブンスタンプなんかすごい大事なところだと思うんですけど、すごくデリケートなフレーズでもその、まあ、激しいところもあると思うんですけど、はい、でさっきそのマイブラディ・バレンタインの話をしてたんですけど、まあ、マイブラとかレディオヘッドとかいろんなそういったイギリスのアーティスト の, なんていうその DNA はちょっと聞こえてくると思うんですけど、その辺について。そうですね、まあ、まさに結構有形直径なサウンドだと思うんです。もともと僕はギターはアメリカのロックバンドのコピーとかもしていたので、幅広くなんか10代の頃は演奏してたんですけど、多分一番影響を受けた、一番コピーしたバンドがまさにレディオヘッドだったりするので、相当影響を受けてるじゃないかなと自分のプレイスタイルに、と思いますね。あとデビュー当時から関わってくれているブロックパーティーのギタリストのラッセルと一緒に、まあ、曲を作ったりとか一緒にレコーディングをしたりしているっていうのもあって、より一層そういうサウンドになっている部分もあるかもしれないです、うん、Is that where maybe some of the importance that you guys place on rhythm, is that come from a similar kind of place?リズム感のそのなんていう大切さも同じようなところからじゃ来てるってことですか。Because I think that a lot of indie bands in Japan or rock bands in Japan, rhythm is not that high up on the priority list. You know, it's there, but it's, you know, melody and lyrics, and then
rhythm is way down at the bottom of the list, you know. Whereas for you guys, you have very strong a very strong rhythm in all of your songs. Even the quieter songs, they still have a sort of a rhythmic kind of heartbeat to them, which is quite rare, I think. あのまあ、日本 の, そのインディーバンドとかロックバンドの中ではその、まあ、優先順で言うとそのやっぱり歌詞があったり、メロディーがあったり一番下のところの方にリズムがあると思うんですけど、うん、ヘブンスタンプの場合はすごいリズムががっつりくるものがありますし、うん、静かな曲でもそういった、心臓のようにこう、うん、ハートビート的なリズムはちゃんときちんとありまして、うん、珍しいものだと思うんですけど、なんか嬉しいですね、そうやってちゃんと気づいてくださるのは。確かにそのリズムに対して の,、うん、あのまあ、そもそもそんなにこう日本ではあまりこう踊るためのものじゃないのかもしれないですけどね、多くの人にとって の, そのロックミュージックが、うん、でも僕らは多分聴いて育ってたものがイギリスのロックだったり、まあ、イギリスだけじゃなくてヨーロッパやアメリカのロックを中心に聴いているとやっぱりリズムが強いですよね、グルーヴがあるし、うん、さっきおっしゃったように、うんうん、例えばスローな曲でもグルーヴがあったりするんだけど、まあそういう部分はちょっと日本のポップスからはあんまり感じないから、うん、それはなんか海外の音楽の影響かなと思いますね、うん、そのハートビートみたいって言ったのはすごくなんか嬉しくて、ずっと脈々とこう感じているっていうのを気づいてくださるのはすごく嬉しいです、スローな曲でも、うん、Okay, so your most recent album is Love Builders, which you released just a few months ago, and it's a seven song, like a mini album. はい。And first of all, I wonder if there's a particular theme to that album or a concept. Love Builders もあの出したばっかりなんですけど、はい、まあ、7曲が入っててミニアルバムのものなんですけど、今回特にまずアルバム自体コンセプトとかなんかありますか？アルバムラブビルダーズっていうだけあって、全曲愛について、うん、愛についていろんな恋愛もそうなんですけど、家族愛だったり、まあ、もう人類愛だったりをちょっと考えてみたり、うん、もうそういう一曲一曲いろんな形の愛について今回は鳴らしてみようっていうアルバムにしました。The album starts with a song called Abnormal Cell. It sounds like a song that you recorded in the middle of the night. It's like you're saying, kind of, kind of has a kind of downbeat vibe to it. But it's also, it sounds like a very kind of romantic. It's a beautiful song. Could you tell me a little bit about that song, please?アブノーマルセルという曲から、はい、今回ラブビルダーズのアルバムが始まって、あの曲もすごくなんかこうど深夜に夜中にこうレコーディングされたような、はい、オーラがあるんですけど、すごく、美しい曲であって、でもちょっとダウナーの曲でもあり、あのその曲についてじゃあ教えてくれますか？まずサウンドは確かにおっしゃる通りもその静かな美しさで、静かな中にもビートがあるみたいな曲なんですけど、それこそ本当に打ち込みのアルバムを作りたいってセカンドアルバムを作った時から言っていたんですよ。次はもうセカンドアルバムはバンドサウンドだったので、今度はもう打ち込みをやってみたいなってずっと言ってたんですね。でそんな中でもう特に打ち込みに特化した曲だと思うんだけど、私は。あ、そう、確かに、うんうんうん、曲をいろんな曲を作っていく中で、うんうん、チルアウトな曲が欲しいってなって、うんうん、そのバランスを見てそういう方向性で作曲した曲ですね、うん、そう。アブノーマルセル、その私たちは本当に存在としてはもう地球とか宇宙から見たらもう小さい存在だけれども、最初だから曲ができた段階でその宇宙と細胞セル細胞っていうイメージがもう彼の中にあって、で私もそれを受け取って、で今私たちは愛についてこれから歌います。愛についてなんて声を大にして歌うような人たちってひょっとしたら特に日本ではあんまり少ないかもしれない、今の時点では。
だし、愛だってこう 愛が大事なんじゃないのかなって私たちは言いたいんだけれども、愛の世界に私たちがもう引きずり込みたいし、そういうアルバムにしていきますよって、私たちが今アブノーマルセルって異常細胞なんですけど、少ない方異常だって言われない世界にしたいよっていうアルバムの最初の曲なんですけど、そういう宣言みたいな曲になったので1曲目になって、もうだから本当最初はチルアウトだったかもしれないけれども、すごく意味のある始まりになるなっていうのがあったので、1曲目アブノーマルセルっていう、7曲入りの1曲目がこの曲になりました。目を覚ましていようぜ、続いてく未来守れるのは僕らだけ、奪い合うも本物なんだって言って諦めなの、獣じゃない希望There is another song on the album which we're going to play in full later on called L-O-V-E Janai. L-O-V-E Right is how it's titled on the English Spotify app. And that is a much more kind of that's a much more upbeat song. It's a song that you put out as a single ahead of the album coming out. So I wonder why you chose that song as a single and what's the song about? L-O-V-E Janai っていう曲が今回入ってまして、まあ、その曲後ほどフル尺で流したいと思ってるんですけど、今回ですね、まあ逆に、まあ、すごいアップビートな曲であって、可愛らしい曲なんですけどあとは、まあ、今回アルバムを出す前にシングルとしてリリースされたものなんですけど、まあ、なんで今回じゃあシングルとして実際に出したかったのか、そもそもその曲どういう曲なのかちょっと教えてください。まずアルバムに先駆けて一番最初にできた曲だからシングルでリリースしたというのは一番の理由にはなります、okay. でだけどやっぱりそのアルバムを全体像が見えるっていうよりはもうちょっとこう今僕らが一番歌いたい作りたい音楽を一曲作ってみようっていうところから始まっていて、なんかその時は例えばフェニックスとかあとバッドサウンズってバンドの曲とかを聴いたりしてて、シンセが聴いててミドルテンポなんだけど踊れる曲、しかもそこに僕ら特有のグッドメロディーが乗ったらすっごいいい曲になるんじゃないかなと思ってもう本当なんかそういうやってみたい曲を作ってみようっていうノリで最初は作った曲でした。Let's just go into maybe one more song on the album. There's a song called Spark. You played this song recently when you were playing a live show here in Tokyo in Shibuya, and you talked a little bit about what the song is about, and I found it quite affecting. So I'd like to ask you guys to tell our audience about that song now. Spark という曲、今回、アルバムに入ってまして、この間の Shibuya のライブ見に行った時に、この曲についていろいろサリーさんがこうステージ上で喋ったりして、この曲の意味についていろいろ話してて、すごい感動的な話だったんで、申し訳ないです。我々の、視聴者向けに説明してほしいなと。僕たちの一生なんて火花みたいに一瞬で、狭い部屋で迷う間にひっそりと燃え尽きてしまう。涙
ークっていう曲は去年ですね、去年の秋頃にアメリカの、とある場所で13歳の女の子が銃に撃たれて亡くなってしまったっていう事件があったのを、私はもう本当にニュースサイトで、日本のニュースサイトで見たんですけど、その彼女がもちろん亡くなってしまったってことはすごくショッキングなことだったんですけど、何より彼女はその銃による暴力、銃による事件がなくなってほしいってずっとこうスピーチで訴えていた女の子だったんですね。自分の町では頻繁にそうやって銃による事件が起きていて、誰々のお父さんが亡くなったとか、誰々が撃たれてしまったとか、そういう話が絶えなくて、もう本当に混沌の中にある、そんな状況を変えるには、お互いがお互いを想像し合う、想像、お互いのお互いを思いやることが何より大事で、お互いの痛みに寄り添うことができれば、それぞれの最大の味方になるはずだからっていうことを、13歳にしてもちゃんと自分の意思をしっかり持って発表されてた方で、もうそんな彼女がすごくこう意思を持って言ってた、彼女がそうやって事件に巻き込まれてしまって亡くなったっていうのが、本当に私はもう言葉にならなくて、でもこれを言葉にならないで済ませたくはないなって思ってしまって、本当にこう微々たるものですけど、音楽をやっている以上、彼女に起こってしまった悲劇だけじゃなくて、彼女の思いを何より本当に些細なことで、力ですけど残したいっていうのが一番あって、もともとそのスパークっていう曲が曲があった、で歌詞を私が書いてる時に、このスパークっていう仮タイトルはもともとトモヤがスパークっていう仮タイトルにしようと思ってるって曲を聴かせてくれたんですけど、この自分たちの人生っていうのは本当に宇宙の歴史から見たら本当に一瞬の光、パッて生まれて死ぬっていう、もうすごい速度で起きてることなのを、いかにその一瞬を大事に生きるかっていうことを自分は考えてるんだって、どう生きるかっていうことを考えているんだけれども、そういうことを歌にできないかなっていう最初のアイデアがあって、私はずっとそれをうんって考えていたんですね。考えながら歌詞を書いてたんですけど、そんな中で彼女のニュースを目にして、彼女はなんて本当に辛い悲しいことだし、本当に遠い場所に住んでるし、会うこともひょっとしたらなかったかもしれないし、だけど会っていたとしたら本当に彼女のことを私は尊敬しているし、友達になりたかったって思うような素晴らしい人だなと思うから、そうですね、彼女の思いを残したいと、その歌詞スパークっていうそのアイデアとぴったりリンクしたので、こういう曲になったと思います。That was, I mean, no, that was a really, that's really, even hearing you talk about it, it's so moving. And you know, I think you've really managed to capture that in the song, because when I first heard it, I wasn't exactly sure what the song was about, but it's a song that kind of hits you quite, deeply on an emotional level. Even if you're just, listening to the song, and you don't necessarily understand the lyrics to the song in Japanese. The tone of your voice and the melody of the song really kind of, drives that message home.その曲は何て言うんですかね、すごく、初めて聞いてどういう話なのか具体的には分かんなかったけど、はい、それでもすごくなんか、感動的な曲であって、多分歌詞が分かんなくても、そのメロディーラインとかその歌い方で伝わってくると思うので、あ、嬉しいです。すごく素敵な曲です。ありがとうございます。ちょっと途中でさっき言いたいことがこうパッと出なかったんですけど、さっきの話ちょっとこう言い忘れたことがあって、
彼がその人生一瞬の人生をどう生きるかっていうことを 思いながら私も考えてた時に、彼女の人生が本当にすっごくあの世界にとってものすごく影響を及ぼし、私にもそうだけどものすごく悲しいことだったんだけれども、彼女の発した言葉とかがすごく重要なことだったなって、その一瞬の光が彼女はものすごい尊い光を私に与えてくれたなと思ったので曲にしたかったっていうのがあります。ちょっとうまくまとめられなかったんですけど、そういう思いがあったのであのリンクしたなと思います。はい。 Well, I'm glad you did. I'm glad you made that into a song. あの その話を曲にできたのは嬉しいことなんで、はい、はい、So I think we'll change tack a little bit. Of course, this past 10 years, Heaven Stamp has formed in Japan. We've been playing mostly in Japan, but you have gone and played overseas. And you know, unlike, it's becoming more and more common now, but a lot of bands in Japan still don't have their music necessarily on overseas, you know, iTunes or Spotify stores, but you're very sort of on top of that side of it. You've talked about being friends with bands from overseas and things like that. So I'm really interested to know about how you've experienced going and playing outside of Japan and places that you've played. Can you tell me a little bit about that, please? Heaven Stamp は、まあ、今までそういったあの海外の活動に、多分最近意識していろいろやってると思うんですけど、はい、まあ、さっきの話の中でこう海外のバンド友とか行ったりそういった話があって、今までこう海外でライブとか最近やり始めたりしてると思うんですけど、はい、あと、他の全ての日本のバンドも、まあ、最近多くなってるけどそれでもやらないバンドが多くて、その海外の Spotify とか海外向け その配信とかやらないバンド未だにあるけど、いつもすごく楽しくきちんとやってると思うんですけど、その海外の活動についていろいろ聞きたいと思ってまして、はい、まずじゃあどういう思いで海外へ、うん、もちろんトモヤが曲を作るにあたってとかも聴いてきた音楽が特にその洋楽の方がたくさん聴いていたっていうのもあるし、だからもう基礎になっているのが洋楽だと思うんですけど、どうです？あとクラシックと、うん、そうですね、まあ、うん、まさに好きな音楽もそうかもしれないし、うん、何しろずっと一緒に音楽やってきてる仲間が友達がイギリス人だからそれは例えば僕らたちの CD 聴いて、うん、なんかあんまり日本っぽくないねっていう人も いたりしますけど、それはあ、まあ、イギリス人の人と一緒に作ってるからかもしれないねってなんか、まあ、それが理由かもしれないです、まあ、そのきっかけもあって、うん、デビューしたあと2012年に初めてロンドンでライブをやったんですけど、まあ、その時に僕たちの曲ってほとんど日本語だけど、うん、お客さん その盛り上がり方がもう初めて聞くし日本語だしなのに、うん、こんなにも盛り上がるものかなっていうちょっと驚くぐらいに、うん、いい反応だったんですけど、その時にやっぱり本当に音楽って国境を越える言葉を超えるんだなっていうのは痛感したんですね、うん、でその思いがあって、うん、今、まあ、去年もそうですけど未だにロンドンに行ってライブをやったりするのは、うん、その体験に基づいているかもしれないです、うん、私もまさにそれを思って2011年だったかな、ウォーターホール、そうでした2011年だった、デビューしてすぐの夏にイギリスに行って初めてバンドでライブしたんですけど、本当に日本語だしちょっとしか英語は使ってないのにもかかわらず最初お酒飲んでた人たちがもう音鳴ったらもうこんな感じですっごい乗ってくれて、私たちがもうそれがすっごく嬉しくて、その時の体験がもうすごく私たちの中に残っていて、言葉を超える音楽は言葉を超えるんだっていう体験がすごく私たちにとって重要なものになって残っていたので、やっぱりそうやって日本だけじゃなくて海外でライブしたいって思うのは自然なことだったのかなと思います。で、ロンドンでライブをやると
時に、いやそのもう当然ロンドンのバンドと一緒に演奏したりとか、あとアメリカからツアーで来てるバンドの人たちの前座オープニングアクトをやらせてもらったり、うん、あとフランス人のバンドの人と友達になったりとか、やっぱりあのいろんな国の友達が増えていくっていうのは、うん、なかなか日本だけで活動してた時には味わえないものでもあったんですけど、うん、あのやっぱり当たり前のことですけど、いろんな国に友達がいたら本当に絶対に戦争はなんかしたくないって気持ちに、うん、がやっぱ強くな思うのが当たり前になったんですけど、うん、それもすごい貴重な感覚かもしれないですね、うん、だからその去年からイギリスでライブをするようになってから、うん、やっぱそういうたくさん友達ができてから、本当特にその気持ちが強くなったからこそのラブビルダーズにつながっていったんじゃないかなと思います、うんうん、だから愛のアルバムになったんじゃないかなって思います、うん、Okay, well, thank you so much for coming and joining us. We're going to play out with a version, a live version of your song L-O-V-E Janai, Love Right, which you performed at Shibuya Lush in June 2019. Before we go into that, is there anything that you'd like to say to the people watching at home? あのこれから、まあ、今回はいろいろな話をいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。これから、この間渋谷ラッシュ、6月に6月でしたよね、はい、6月に、ライブで演奏した LOVE じゃないの映像を、送りたいと思ってるんですけど、まずはですね、見てる子視聴者に向けて何かしらのメッセージもしあればぜひということです。はい、私先でいい？どうぞ。私たちは日本ももちろんそうだけれども、音楽を通して世界の人たちと友達になりたいって思いを持って活動しているバンドなので、今回ダニエルさんにこういう機会をいただいてとっても嬉しく思っていますし、ヘブンスタンプのことをこうやって知ってもらえる機会がもらえたのはすごく嬉しいことです。なので、これからもヘブンスタンプの音楽をどんどん知ってほしいし、もしあのライブに来てほしいって国の人がいたら連絡待ってますので。本当、はい、ぜひ待ってます。あの私たちもっともっと、音楽でみんなの心を楽しくできるバンドでありたいと思っていますので、ぜひ仲良くしてね、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。 Thank you. ありがとうございました。結構アルバムが出て5月にリリースしてちょっと時間が経っていたので、うん、少し、こう気持ちが落ち着いてたんですけど、改めて自分のアルバムのことを考えるきっかけにもなったのでとても楽しかったです。なんか情熱がまた燃えました。で、サリーが言ってたように、まあ、本当世界中の人が友達になれるツールだと思うので、音楽って、うん、そのまさにこれから今から聴いてもらう曲は愛があれば大丈夫だよっていう曲です。はい、ぜひねこの曲で音楽の力と愛の力を、みんなで、確かめられたらなと思います。はい、はい、Cool. Thank you so much. You know, as I said, I've been a fan of Heaven's Stamp for a long time, and we played you on the It Came From Japan podcast in the past. And I did try at that time to get you guys to come on the show through whichever route. And so I'm really glad that we were able to, you know, to have this conversation today. So thank you so much. And everybody, please check out Heaven's Stamp because they're awesome. This has been a video version of the It Came From Japan podcast. Hope you guys liked it, and please subscribe to the channel, like the video, share it with your friends, tell everyone about it, and we'll be waiting for you again next time. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.